アシール・エマナ、アシール・エマナ、アキレ・エミナ・エド・ジンビ、1982年6月5日イ、は、カメルーン・ヤウンデ出身の同国代表サッカー選手。ムンバイシティ FC 所属。ポジションは、MF、攻撃的ミッドフィールダー。カメルーン代表ではしばしば、ウィングとして起用される。日本での登録名は、アチール・エマナ。父親もカメルーン代表経験のある。 サッカー選手だった。1999から2000シーズンはバレンシア CF のカンテラに所属し、2000から01シーズンからトゥールーズ FC のユースに在籍した。翌2001年の19歳の時に三部を戦うトゥールーズのトップチームに引き上げれ、プロデビューを果たすとすぐに攻撃的ミッドフィールダーのポジションを獲得し、わずか2年でリーグアンへ昇格することに貢献した。 リーグアンの舞台でも変わらず活躍していたことから2005年にはマイケルエッシェンの後釜を探していたオリンピックリオンやオリンピックマルセイユなど同リーグの競合が獲得に銅ていると報じられた。そんな中でチームに止まるを決心したエマナは2006から07シーズンに36試合8得点を記録し、 クラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグ2007から08予選出場権獲得となるくらいに押し上げる原動力として活躍した。2007年にはイングランドのポーツマス FC への移籍に傾いたが、労働許可証を取得できなかったため、トゥールーズと2010年までの契約延長を果たした。しかし、このシーズンのチームは、前、シーズンと打って、代わりリーグ、 ドゥ格までわずか2ポイントの17位と非常に厳しいものだった。シーズン終了後の2008年春には、イングランドのウエストハムユナイテッド FC、ニューカッス,スルユナイテッド FC、スペインのセビージャ FC から関心を示された。2001年から2008年までの7シーズンの在籍で226試合28得点を記録した。2008年6月11日に、 スペインのレアルベティスとトゥールーズがエマナの遺跡に関し交渉していることが報じられた。トゥールーズ側はベティスからの入札を二度拒否したにも、かかわらず、エマナ自身はキャリアアップのため遺跡を熱望し、7月22日に遺跡金700万ユーロの5年契約で、ついに遺跡を果たした。同年10月19日の RCD マジョルカ戦、ホーム3から0で遺跡後初得点と、初、 アシスを決めると、2009年4月中旬には、ラシン・サンタンデール戦、アウェー3から2、スポルティング・ヒホン戦、ホーム2から0で、それぞれに得点を決め、最終的に移籍1年目に、チーム最多の11得点7アシスを記録したが、最終節に降格圏の18位となり、セグンダ、リビ,ビシオン降格となった。その活躍から、ブラックバンローバーズ FC、バーミンガムシティ FC、 ボルトン・ワンダラーズ FC、レンジャーズ FC と様々なクラブが興味を示したが、ベティスに残留することを決意し、2009から10シーズンはチーム2位の10得点を挙げてチームを牽引した。チームは最終節まで昇格争いを続けており、エマナ自身もクラブのために代表合流を遅らせことを望んでいたが、結局2010フィーファワールドカップに出場するために、 シーズン終了を待たずにカメルーン代表に合流した。このシーズンは昇格を逃したものの、翌2010から11シーズンはルベン・カストロ、ホルヘ・モリーナと共に攻撃を司り、3人だけで総得点の半分以上の50得点以上を叩き出し首位でプリメーラ・ディビシオンの舞台に復帰した。2011年8月7日にサウジアラビアのあるヒラルへ移籍した。 2015年8月2日、リーガ MX のクルス・アスルから、セグンダ・ギビシオンのジムナスティック・タラゴナに移籍した。2016年7月20日、J リーグ、徳島・ボルティスへの加入が発表された。しかし、公式戦には一度も出場せず、その年いっぱいで退団した。カメルーン代表に2003年に初招集され、同年の FIFA ・コンフェデレーションズカップ2003で、 準優勝を経験するも、この大会では、チームメイトのマルク・ビビアン・フォエが試合中に倒れて、亡くなるという悲劇を経験した。アフリカネーションズカップ2006では準々決勝まで、駒を進めたが、コート・ジボワール戦で11-12の PK 戦末に敗退した。2007年下旬に、チームからの扱いに不満を持ち代表引退を表明したが、すぐさま撤回し、 アフリカネーションズカップ2008に出場。グループリーグのザンビア戦、5から1で得点を挙げた。2010年5月30日に 2010FIFA ワールドカップのメンバー23人に選出され、背番号10を背負うこととなったが、グループリーグで全敗し敗退した。3 5 1 5 1 4 1 2 1 1 1 3614、114349。 3 4 9 2 4 1 2 4 1 1 1に楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。